ミュアラ 見ました、みんな見てくれた？右目が痛くてさ、なんかそうメイクしたくなかった。星柱、瀬名炭治郎さん、美和さん、新アットマーク瀬名組さん、ありがとうございます。まず人の予想、みんな有利に来てたね。うん、いや、そもそも一番最初はゆうりさんに聞いて、そう無理でハッってなって、そう探しました。ちょっとドライアイじゃない、花粉こうやってかぶってるから。そうゆうりさんに回すだったら、あの公演と被らない時間に配信するけど、そう、まあ、そもそも配信その次の人が決まってから次の人が電話に出れる時間帯に私は配信しようとしてるので、いつもだからあの感じで目が。アレルギーで目が痒くて、多分寝てる時に描いちゃったのかわかんないけど、すごい朝起きて痛くて、なんか菌が入っちゃったのかわかんないけど、そう聞いたのは聞いたんだね。うん、そう次ミオール回ってきたらユーリさんに回すって決めてたんだけど、残念でした。ピアスいつもと違う。違う違う。そう、明日がダメで、そもそも。そう、でも、そう、ユイリスに回したくすぎて、じゃあ、その、私に回そうとしてくれたのがクララだから、で逆に、今日私じゃなくて、今日をなずなにやってもらって、で金曜日私がやって、で月曜日できるかなっていうのも聞いたんだけど、そうでも金曜日が難しいから、そもそも電話難しいじゃんっていう話になってダメでした。うん、そうなんですよね。クララにも交渉したの？うん、クララには交渉し、あ、クララに交渉する前にそう、ユーリさんと連絡を取って、だからもうそのクララに言う前に、とりあえずユーリさんが OK じゃなかったらそれをさ聞いても意味ないじゃん。だからユーリさんにとりあえず聞いて、アンコールは結局買わなかったね。うん、その噂すごい耳にしてて、本当かなと思ったら本当だった。うん、私がすごい引っかかってるのが、なんかね、そのファーストジェネレーションセカンドジェネレーションって区切りがあるじゃないですか。そうで、まあ
そのそれぞれの曲を披露するからっていうことで、こうそうやって分けられてる、分けられてたんですよ。そもそもルーマ発売前から、そのルーマ発売したらそのカップリング披露するからっていうことで分けられてたんですよ、多分ね。そうだけどユーニさんたちはしないじゃん。ユーニさんたちしないから、じゃあ私がそっちのセットリストで出てもそんなに、あの別にどっちもさ、その発売したルーマーの中の3曲を違うメンバーがやってるわけじゃないからっていう理由があって、私はもうすんごいずっと納得できてないけども、でも諦めた。そう、納得はいかない、納得は言ってませんけど諦めました。ムカついてんの？すごい変な質問だ。ムカついてはいませんね、納得はしてないです。でもそのもう一回、その2回目もう一回話そうとしたんですけど、そうでもなんか自然消滅になって、2回目がだからもうやめようと思って、なんかゆりさんもなんかその話したくないかなと思って話すのやめました。まあまあ、今回は諦めますよ、今回はね。今回はでも二人公演やることは諦めてないから、何声は諦めましたね、とりあえず。タモータン、メルセデスさん、村吉さん、ありがとうございます。この時間にメイクしてのね、本当に。でもね、あれ、お風呂入ったので、だからもう下地してパウダーしてって適当です。だから12時になったらすぐメイク落として寝ます。うん、なんかそう、私も公園にゆりさんがいてくれた方が、なんかなんて言うんだろう、難しいけど、いない公園よりいる公園の方がやっぱりなんかもっともっともっとって思うから、私がねいてくれることによって。まあ、二人公演だったらなおさら、歌もその歌もさ、歌う部分が多いじゃん。8人だったらさ、まあその8人で分けて歌ってるから少ないけど、二人だったらもうね、自分ともう一人しかいないから、その部分でもすごい、なんていうんだろう、吸収できることは、一緒に出ることによって吸収できることがたくさんあったんだろうなって思ったら、すごいなんかこの期間
なんか一緒に出れないのがすごいなんかそうもどかしいって感じがする。うん、セシルさん、ホーム美咲さん、村吉さん、ありがとうございます。まあなんで2人一緒に出たいってなったのかっていうと、そもそも私が単純にその2人公演始まってもう分けられてたから、セカジェネとかで分けられてたから、もうその瞬間にもう無理だって決まってるじゃないですか。だからもうそれもあって早く一緒に出たいっていう話をしたんですよ、ゆりさんに。そう、8人戻んないかなみたいな感じのニュアンスでね、私は、私の中では2人公演出たいねって言われて、え、そんなこと思ってくれちゃってるのって思ってまあ私も、私、まあ2人公演まあ出れたら夢だよなみたいな感じで、まあずっと最初から思ってたけど、それ言ってくれるんだと思って言ってくれちゃったと思って、だからなんかその相手からも言われたらすごい、自分だけだとさ、なんか自分の欲でしかないじゃないですか、それって。相手の気持ちがどうのかとかさ、なしに。でも自分も思ってるし、その相手も思ってたら二人とも思ってるわけじゃん。だからなんか本当にやりたいって思っちゃって、そこでそこで本当に思っちゃって、でそう、自分一人だとあれだけど、でもちょっと二人同じことを思ってるって思ったら本当に実現したいなと思って、マネージャーさんに聞いちゃったもんねまあ無理だったんですけどね。なんかやっぱり2人公演出たかった、一緒に。まあ同期もナズナもね、ナズナもナズナで一緒にねやってて、すごい刺激を受けることとかもあります。だから同期ともやってすごい良かったなとも思ってるし、そのやっぱりね、尊敬してる先輩、目標にしてる先輩と一緒に、あ、名前呼んでない、とも過去 OPPO さん、 KBU さん、ニニニマリさん、ありがとうございます。と一緒に出ることによって、まあでも、まあ、それは私の、これは私の思いだけど、目標にしてる先輩と一緒に出れたらやっぱりさ、吸収することとかも多いし、なんて言うんだろう、その目標にしてるから、そのもっと自分が追いつかないとって思うじゃん、向上心今以上に出るなって思ったりとか、なんかやっぱりオンデマンド見てて気づくこともあるし、その直接見に行って気づくこともあるけど、一緒に出たらまた気づくことがあるじゃないですか。やっぱり一緒にやってみて、これがこうでああでって、一緒に出た方が気づくことってすごい多いし、だからそのせっかく今2人公演を、まあせっかくっていうか、まあご時世的にそのね、2人でしかできなかったからっていうものはあるけど、2人公演がやってるって時なのに、ね、こういう時しか2人公演ってあんまりやらない気がするし、2人公演やったとしても私はね、なんかソーシャルディスタンス公演とか出てなかったから、こういう機会でしかね、こんな少人数で公演やらせてもらうことないと思うんですよ。そう、でもこの機会にできなかったのはちょっと悔しい。セレニーさん、新アットマークセナグミさん、ありがとうございます。っていう思いですね。まあでも多分私と一緒に出たら、もう向こうは多分ちょっとあの、今よりかは、まあ、負担はかけちゃうかもしれないけど、そう、私
私が後輩だからね、頼っちゃうって、頼っちゃうとかも頼っちゃうと思うし、だからでもそれでもまあでも出たいってそう言ってくれたから、もうこれ一生言うね、出たいって言ってくれたから自分だから、その言ってくれなかったらこんなにショールームでもこうやって2人の公演に一緒に出たいっていうことも多分なかったと思う。だって言ってくれなかったら、私からしたら、私は目標の人だけどどう思われてるか分かんないし、私は吸収したいって思うけどでもどう思われてるか分かんない、そしてまあ後輩だし、まあ、迷惑かけることが多いじゃん、そうだね、だから、うん、そうだから、まあ、自分からは言えなかっただろうなとは思いますね、うん、って感じですね。日記書いて、そう日記書いてないよ、だからなんか、好きだから出たいとかじゃなくて、マジで真剣に考えた上で出たいっていう、だからなんか逆にまあ推しメンだった人とか推しメンの人とまあ好きだから出たいとは思わないと思う、私はね。公演はコウジさん、チャソさん、花坂天使てんてんさん、ありがとうございます。ゆりさんに関してはまあ後から好きが来たみたいな感じで、ね、まあ、好きじゃなかったとかじゃないけど、そのなんかもう目標の人っていうのがこの人みたい になりたいみたいないうのが先に来たの、ゆりさんはね。そうオーディションのショールームしてた頃ぐらいかな、時に目標の先輩聞かれたら、そうこの人だってなったから、まあそんな感じですね。だからなんか軽い考え、甘い考えではないですっていうことは、まあみんなも知ってると思うけどショールーム見てくれてるみんなはさ、私のこと、まあね、もう好きで見てくれてると思うから大体みんな知ってるよねかぼちゃ大統領さん、ひろみちさん、おのぴプラスさん、ありがとうございます。うん、めっちゃかっこいい、私かっこいい、もうスキメンともキューティスが違う、うん、企画書だって、え、どうやって作るの、社会人みたいな、よし次こそはやったアイテムだ、ボーナスタイムだよ、これは負けられないね、なんかお手すきの際って言葉セナタンが知ってる、うん、お手すきの際は斉藤飛鳥さんが使ってたから覚えました、何その言葉と思って調べた最初は。頭良くなった、原始ギャルさん、タシさん、ありがとうございます。
出たい。出たい、出たいって思うのって悪いことじゃないじゃん。決まりがあったとしてもさ、やっぱり私がファンだったらさ、いろんな組み合わせで見たいっしょ。まあご時世的にはまあすごいシャッフルすることは無理だけど、そのまあ3人で組んでるところもあったりとかするから、1人につき2人は多分平気なのよ。だからその中だったらいいよくないって。まあ私はそんなに詳しくその大人の事情というものを知らないからこんなこと言ってると思うんですけど、なんか全部を全部話してくれ、納得するまで話してくれないと私は全然納得しないし、もどかしすぎて無理。でもどうしたらいいか分かんない。あくびが出ちゃう。今日はあくびがいっぱい出る日みたい。いろんなこと重なってるからね、ちょっと重なってるのはダメだよ。ガミアットマークゆいさん、感激さん、りゅうた21352さん、なみーさん、ありがとうございます。まさきさん、ありがとうございます。言い続けることは大事だなって。私もなんかまあ言わないよりは言った方がいいから、まあ一回聞いたし、ショールームとかメールではもう本当にすごいゆうりさんの話ばっかりしてるけど、まあ正直言ったらメールも見てる人はメールもショールームも限られてるから、あんまり私が言ったところでって感じはする。だからゆいりさんがなんか言いたいって、なんかいろいろ私の話をいろんなところでしたいって思ってもらえるように なるプラス、なんかそのぐらいの存在にならなきゃダメだなとも思うし、私ももっと大きな人にならなきゃいけないなと思う。私だけが思ってたらね、違うしね、それは。ユーミリンドラゴン Z アトマークチーム4さん、わたしわたがしさん、ありがとうございます。負けちゃった。よし、次こそはやった、アイテムだ。
3人で話したい。花っちさん、ルルルさん、ルネロンさん、ありがとうございます。ハッシュタグね、前にも言ったんですけど、なんか人の目気にする癖あって私ツイッターはちょっとハードルが高い。自分から言うのは、何かを誰かがやってることに便乗するのは大丈夫、いける。奈良の中3のひなです。ひなちゃん可愛すぎるって嬉しい、ありがとうございます。中3だって若っ若上がれない、出せるパス。喉乾いた。間違えた。負けちゃった。でもあとは本当かなってちょっとまだ思っちゃうところがあるし、私結構すぐ行動しちゃう人だから、その一緒に出たいって言ってくれたから、その 2,3 日後ぐらいにはもうマネージャーさんに聞いたんですよねでもなんかやっぱり本当かなってちょっとあれってなった。ごぼうさん、オノピーさん、ワッキーさん、ありがとうございます。ふんぐる、なんていうの、その。言いたくないのかもしれないかなって、なんていうんだろう、難しいけど、なんかそのもう2人しか見えないじゃないですか、 LINE なんて。でもなんかそのいろんな人に、その別に大人の方に言うとか、その SNS で言うとか、そこまではしたくないのかなってちょっと思っちゃうから、そういうのってあるじゃん、なんか、まあ、言う
まあそんな、なんていう話の流れで、まあ言うけどみたいな相手には、本人には言うけど、別にまあ、まあ、他の人たちにそういう二人でやり、まあ全然大丈夫なんか切った方がいいかなと思って切ったね。揺れましたね結構。大丈夫ですか、みんなショールームしてんのかな。こういう時でどうしたらいいのか分かんない。5だってやば。ねえ結構揺れましたね。みんな配信してる？大丈夫、髪に来ました。大丈夫です、私は大丈夫。 ありますよ 3.11 の記憶。その時も5強ぐらいじゃなかった。めっちゃ同門人口少なくなってるめっちゃゆっくり。すごい、みんな大丈夫、大丈夫です。皆さんも大丈夫ですか。私は大丈夫揺れた。なんか揺れたし、このね携帯に普通に通知が来て切れました。私が一回切ったんじゃなくてもう切れたのよ勝手に。で切れた瞬間に地震来てって思って、あったね公演中に。私前説だったかな、なんか前説かなんかで、前説で大丈夫かな。電車とか止まったかな、そしたら。ねえ。え、3.11 の時って5強だったよね、関東。違かったっけ。埼玉が一番揺れたんだ。うん。あ、今みんなドボンやらない感じ。私やばいやってる。ねえ、なんかみんな心配ですよね。なんか今私は配信してるからさ、すぐにわかるじゃないですか。なんか、そう、そうよね。そうよね。今日公演だった人とかね、もう家ついてるかなとかね、わかる。私もそれ今思ったもん。そうだから自分の中で、あ、すぐそのそっちばっか考えろと思って。こんばんは。
みんな配信やめてんのかな。私やばい、配信してたらやばめ切る。私も一回止めたのよ。え、なんかさ、そうね、たまたま私もなんか私は無事ですみたいなあれがあったらいいな。全員一回中断した止めないな、ひなのさん。そうなんだあ、いと、とも DD さん、ともたん、ありがとうございます。ね、めっちゃいきなりでしたよね。なんか、え、最初ってさ、なんかってなるじゃん。なんか今なんかいきなりダーンってなって気がした。うん。大丈夫かなって2回目だね。何、私が LINE して安否確認しろってこと？地震大丈夫です私。はい、こんばんは。心配じゃないのなんかなんか嫌だなんか嫌だ、大丈夫ですかって嫌だ。めっちゃ心配性やわ私なんで。そうなの、もうそれはあのもう彼氏彼女みたいなさ人たちがやるものであって、違うよねって思って、うん、違う違うなんか違う、なんかそう思っちゃうから絶対に聞きたくない豚バラパラダイスさん、まるさん、ありがとうございます。友達から来ましたって、私誰からも来てないよ。わあ、大丈夫だって大丈夫だって、みんなよかったね私が聞かなくても大丈夫だって言ってる、よかったね。わお、これみんなみんなみんな変身するやつ、なんかチームフォー